ございます。聖餐式とはイエス様の死を告げ知らせるものです。この教会では、どこの教会の人でもちょっとみんな、ね、この教会の人ですけど、イエス様をまず信じていること、そして洗礼を受けた、または洗礼をこれから受けたいという人、そしてこれは式ではあるんだけれども意味のあることなので、ふさわしくないままでこれを食べたり飲んだりしたら危ないというようなことが聖書に書いてあります。皆さん、ふさわしいというのはどういうことでしょうか。わかりますか。聞いてますか。まず人の話を聞くということです、ね、ふさわしいというのはね、はい、そして、イエス様を信じていることです。そしてこれからお祈りをしますけど、罪をね、神様の前に言い表して、神様ごめんなさい、許してくださいというふうにお祈りをしてからこの式に加わってください。いいですか、ね、はい、はい、でもこの式はね、この式を通して本当に神様の恵みを受ける、ね、生ける神様の力を受ける、そういう重要な式でもあります。それではこの式のためにお祈りします。天の父の神様、この聖餐式の恵みの時ありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してくださり、あなたの御体と血潮の恵みを私たち一人一人のうちに豊かに表してください。これからの時を御手にお祈りいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それでは、罪の悔い改めのお祈りをしたいと思います。この祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アメン。取り祝福して後これを先彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。それではキリストの体を共にいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。ではイエス様の血をいただきましょう。
お祈りしますと、千代神様、この生産式の恵みの時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。